今回はこちらのガチャをね、引いていこうかなと思ってるんですけども、おお、早速、おお、え、すごい、早速 SSR、 え、すごくないですか？え、すごくないですか？なんかもう普通にダイヤ使わなくてこれでいいんじゃないか。SSR カードを引きまくりたい用事です。はい、まあね、画面を見てわかる通り、久々にね、乃木フェスの動画をね、また、今回撮っていこうかなと思っております。で、今回の、乃木フェスの動画の企画は、まあ、ガチャをね、回す動画にしようと思っております。はい、で、今回引くガチャがこちらになります。フォトガチャ3期生ライブバージョンということでね、今回はこちらのガチャをね、引いていこうかなと思ってるんですけども、なんで突然ね、このガチャを回す動画を、上げようと思ったかっていうと、本日の撮影日が9月1日水曜日なんですけども、9月1日水曜日の15時から、自分の道は自分で決めるっていうですね、またイベントが開催されるということで、こちらのイベントをですね、今回やっていこうかなと思ってるんですけども、はい、今回のね、イベントをやるにあたって、先ほど今回引きますって言ったガチャを引くと、今回のイベントの特効効果付きカードを、引くことができるということで、まあ、今回イベントを走るにあたって、ガチャをね、回していこうかなと思って、動画を回しております。で、まあ、今回ね、またイベント走るので、せっかくなので後日、イベントを走った、結果などもね、動画にしたいなと思ってますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録してね、そちらの方も見ていただけたらと思っております。それではね、早速ガチャの方を引いていきたいと思います。それでは楽しんでいきましょう。はい、ではね、早速ガチャの方を引いていきたいと思うんですけども、まあ、一応ね、ガチャの詳細ということで、今回ですね、この、ナイスイヤーバースデーライブフォトガチャ3期生ライブバージョンということでね、こちらのガチャを回していきます。今回のガチャは、ナインスバースデーライブの3期生ライブで撮影された、3期生メンバーのね、フォトカードがついてるみたいですね。いや、どれもすごいいい写真ですね。これは普通にイベントとか関係なくても、普通に欲しいですね。はい、なのでね、こちらの、ガチャはね、回していこうと思います。で、まあね、ここにもある通り、今回走るイベントのね、特効効果もついてるよということですね。はい、ではね、早速ガチャの方回していきたいと思います。ちょっとね、ガチャチケットが溜まってきてるんで、ちょっとせっかくなんで、まずこれちょっとこの、SR 以上確定じゃない方のこの上のね、通常のガチャチケットの方ちょっと貯めててもしょうがないんで、ちょっとここからね、回していこうかなと思います。で、ちょっと早速1枚目回していきます。おお、早速、おお、え、すごい、早速 SSR、 え、すごいっすねこんなことあるんだね。あ、でも特効効果付きじゃないですね、これは。これ通常ですね。そうなんですよ、特効効果付きがのカードが出るガチャでも、特効効果ついてないカードも普通に出るんで、まあ、今回がそのパターンですね。ちょっとね、一発ずつになっちゃうんで、ちょっとじゃんじゃん引いていきたいと思います。はい、の、レアですね。これちょっと1枚ずつやるのめんどくさいな。ちょっと回していきましょう。はい、もしかしたらちょっとここの辺はスキップされてるかもしれないですねはい、おお、結構きますね。頼む、特効きた、特効きましたね。あ、マッツンの特効カード、確かもうマッツンが乃木フェスでそうそう卒業対応しますみたいな通知が来てたと思うんで、これかなり貴重だと思います。マッツンの、特攻カード来ましたね。いや、これはありがたい。はい、じゃんじゃん引いていきます。ちょっともうこっちの上の通常ガチャの方のガチャチケットは使い切っちゃいましょう。これおお、
え、こんなに噛むの？これまた特攻であってほしいですね。おーし、来た来た来た。いやー、幸先いいんじゃないですか。ガチャチケットって通常より当たりやすいとかってあるんですか。なんかめっちゃ当たってないですか。え、すごくないですか。え、すごくないですか。なんかもう普通にダイヤ使わなくてこれでいいんじゃないかって。おー来たー、梅の特攻の SSR 来ましたね。いや、これめっちゃ嬉しいな。てか、めっちゃいいっすね、写真。このフォトカード、あれ引いた時の演出がかっこいいっすね。じゃんじゃん、引いていきます。さすがに最初、序盤飛ばしすぎじゃないっていうぐらい当たったんで、多分もうね、ガチャチケット当たんないんじゃないかな。いや、これは普通ですよ。いや、最初何枚で SR と SSR 引いたの。単発ですかね、これ。え、また来た。めっちゃ来ますね。こんなに来るのっていう。お、また特攻。しかも被ってないで。え、これどうしよう。もしかしてダイヤいらない？え？本当に？え、ガチャチケットってやっぱ当たりやすいですか？え、しかもまた被ってない。え、どうしよう。ちょっとまあとりあえずガチャチケットは使っちゃいますね。はいはいはい。この辺はちょっとね、レアは飛ばしていって。はいはいはい。じゃあガチャチケットラスト1枚ですね。あ、こんな感じですね。いや待って、確か最初15枚でしたっけ、ガチャチケット持ってたの。え、何枚引けた。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとね、今ガチャチケットでね引いた、カードをね今見てるんですけど、特攻5枚引けちゃってますね。そもそも、16枚かな、16枚多分ガチャチケットで引いて、 SSR2 枚と SR が4枚出てるんですかね。うわ、これどうしよう。うわ、これどうするべき。あ、でもそうですね、もうちょっと引きましょうか、さすがに。そうですね、特攻、まあ SR の特攻付き4枚で SSR が1枚ですけど、まあ、今回も、SR の特攻の互角を5枚でいこうかなと思ってるんで、まあさすがにもうちょっとガチャ引きますね。じゃあね、早速やっとですけど、ダイヤの方を使ってね、ちょっと10連を回していきたいなと思います。じゃあちょっとやっていきます。頼む。まあね、ここも SSR が来ない。逆にあ、でも SR は4枚来てますね。はい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 。あれ、ガンゼって今持ってますっけ。あ、結構来ますね。あ、普通の特攻なしのね。はい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 。あ、リカちゃんめっちゃ嬉しい。今ね、ちょっと確認して、5種類もう SR も揃っちゃったんですけど、じゃあこのままだと全部あの翼で覚醒させないといけなくて、ちょっと翼を、まあ、一応ね、今翼が39枚あるんで、翼で覚醒してもいいんですけど、それもちょっとつまんないので、もうちょっとガチャ引きますね。すいません、なんか優柔不断で。はい、じゃあもうちょっとガチャ引いていきたいと思います。できれば SSR も欲しいですよね。頼む SSR。 よし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 、 SSR はとりあえずあるということで、あ、1枚か。さあ何でしょう。お、これはフォトガチャだぞ。きたー。来ましたね。
リアのフォトガチャが来ましたね。はい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 。おお、ここかぶりましたね。ただもう新しいは出るよ、正直かぶってくれた方がありがたいので、どうしようかな。もう一回ぐらい、もう一回ラスト。じゃあ次、はい、ラストにしたいと思います。まあ、ちょっとまあどんな感じに出るかわかんないですけども、ちょっと次ね、もう10連でラストにしたいと思います。さあラストも SSR 引くことはできるか。うわっ、出ない、出なかったけど、すごい SSR が出てますねあ、すごい純なドランズで、お、キーちゃんは初めてかな。はいはいはい、あ、松も出ましたね。はい、じゃあね、これで、ガチャの方ね、終わりにしたいと思います。結果的にまあダイヤ使って10連を3回回したのと、まあ、ガチャチケットガチャを確か16枚使ったんで、まあ、46連、結果的に今回回しましたね。今回ね、その46連で引けた特攻のカードがこんな感じですね。結果的に、46連で特攻カードが、SR が、13枚で、SSR が2枚引けたっていう感じになりますね。まあ、なんで今回はまあこれを元に、まあ、まあ翼とか使ってね、イベントね、特攻値高めて、今回ねまたイベント走っていきたいなと思います。この動画を見て、乃木フェスの、フォトカード集めたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。それでは次回も楽しんでいきましょう。これちょっと動画カットされてるかもしれないんですけど、なんで最後の画面、オープニングの画面になったかっていうと、この撮影してる時にちょうど緊急メンテナンス入るっていう、ついてないっすね。いや、ほんとガチャ回してる途中じゃなくてよかったなって。最後エンディングをね、撮ってる時に突然この最初のホーム画面っていうかオープニングの画面に戻されたなと思って。入ろうとしても入れなくて、見たらこのね、緊急メンテナンス中っていうことでね、まあギリギリ、ガチャを回せてね、動画もまあ、最後エンディングのところだったんで、まあなんとかなったんですけど、まさかの緊急メンテナンスっていうね、どうしちゃったんですかね。まあ多分ちょうど今イベント始まった時刻だったんで、なんかちょっと多分きっとトラブルがあったんでしょうね。そういうお話でした。はい。じゃあ次回も見ていただけたらと思います。さよなら。